ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はブラバスオールペン&800馬力化の最終回をお届けいたします。なんですけれども、ちょっと期間が空いちゃったんで、ここにたどり着くまでの過程ちょっとお届けしたいと思います。今日はボンドボディに来てます。ブラバスゲレンデオールペン、こんな感じでもう作業終盤になりました。今磨きを最後やってるみたいです。まあ、ボンドボディの作業はこんな感じでだいたいおしまいかなっていう、ちょっと端から全部ツートンカラーでまとめられてます。まあ、細かい仕様の紹介は最後完成した時に全部お届けしたいと思います。で、前回ご紹介させていただいた時と大きく違うのが、このボンネットパワードーム乗っかりました。やっぱりこれ迫力が全然違いますね。で、あとここ横も全部組み上がって、ワイドボディとこの辺のペイントと、もうこの辺はラッピングで黒くなってるんで、しっかり養生されてガードされております。で、マフラーはこの後ブラバスのマフラーになるんじゃないでしょうか。で、あと、まあ以前作ったものとだいぶ違うのは、まあドアハンドルもそうなんですけど、この辺のペイントだったりとか、かなり掃除の部分を今回消してるんで、もう塊感と一体感、そして高級感がかなりアップしてるんじゃないかなと思います。で、後ろ背面タイヤ来ました。ブラバスの背面タイヤカーボン、こちらももちろん装着しています。で、まあ塗り分け自体は、まあバンパーのところどころボディ同色パーツもついてたりとか、もう完全にツートンで塗り上げられてます。で、今回ルーフなんかは何も載せてないんで、本当に下だけワイドボディキットとボンネットと背面タイヤっていう感じで仕上がってます。あとはエンジンルームもこんな感じでしっかり全部ペイントされてます。で、これから一応名古屋店の方に車を運んで、名古屋店の方で800馬力化を行います。で、800馬力化の流れとしては、外してブラバスに送ります。で、ブラバスの方で加工してもらって、サブコンですね、それで800馬力を実現します。あとはちょっと磨きの途中なんで、組み付けてない部品とか、この辺磨き最中の部分もありますけれども、これはボディから出庫される時には全部仕上がってるかと思います。続きの作業は名古屋店になりますんで、それは名古屋店でお届けしたいと思います。そして初見で見てる方は、動画の説明欄の方に入庫の状態から、まあ、そちらもぜひ見てみてください。というわけで、ついに完成しました。完成しました。もう最初の状態僕忘れちゃったんですけどはい。そしてもう期間が空きすぎて、どうなってんだよと、はい、お前ら忘れてるだろっていう、はい、コメントもいろんな方から言われまして、はい、だいぶかかっちゃったんですけど、はい、すごいのが出来上がりました。出来上がりました、はい、ちょっと端から見ていきましょう、はいはい。で、もう今回メインの作業となるこのオールペン、まあ、シャドウの色を、まあ、オマージュというか、はいはい、して作って、しまあ、塗り分けも全部完コピでやってる感じですよね、うん、あれ違うんでしたっけ。ちょっと変えたかな。あ、ちょっと変えた。ちょっと変えた。なるほど。塗ってないとこ塗ったりとか。ああ。じゃあちょっとアレンジを加えて。加えた。まあシャドウルックというか。シャドウの上行くために。なるほど。ちょっとその辺を見ていきたいと思います。はい。はい、で、もうどこ。まあ、顔。はい。顔から行く？顔つきも変わってますよね。顔つき変わってます。はい、ボンネットつきました。はい。で、ボンネットもただ単につけるんじゃなくて、網もちゃんとあのグロスブラックで。この中も塗ってるんですね。中の網塗って、で、ブラバスの B マークの周りもメッキが残ってたんで、あ、そっか。そうそうそう、その周りのメッキ消し込み、なるほど。で、グロスブラックで塗ってあります。で、もちろんあの運転席側というかガラス側もあの、ね、メッシュとブラバスのロゴが入ってて、しかもこれ塗っちゃったんですね。それ塗っちゃいました。これブラバスロゴシルバーですよね、確か。ブラバスロゴなんかステンレスみたいな。はい。形だったんですけども、もう今回はあのステンレス的な部分は1個もないので黒に塗ってあります。統一感出すためにも塗ってある。はい。なんで、まあ、素地ゼロ、うん、そしてオールペンに合わせてこの辺なんかも全部、そう、そのダクトもあの純正のボンネットのについてるダクトというかね、あのプラスチックのパーツもグロスブラックでペイントしてあります。そして前回り、前回りグリルのカーボンパーツ、はい、つけてますね、がついてますね。まあオーダーすると一声1年って言われる。え、そうなんですか。でも1年かかりますけどどうしますかみたいな部品がついてます、はい、ブラバスのロゴが入ってます、はい、このディストロニックのこの、はい、ここ B マーク、はい、で周りも黒く塗って、グリルも素地の部分は全部
クロスブラックで塗ってあります。もう徹底的に素地の部分なくしてるんですね。徹底的にやりました今回で。この辺もしっかりついてる、はい、はい、イルミネーションのブラガスロゴが。で下に行くと下のグリルも全部塗ってあって、はい、全部塗ってあります、はい、このツートンいいですねやっぱり。いいよね、はい、こういうグレーとバンパーの、うん、オーバーフェント、まあ、ゲレンデならではというかね。ゲレンデじゃないとなかなか、そうです ね成立しないですよね普通の普通の乗車でね、前後バンパー黒でとかっていうのはちょっとね、半分から上とかだったらできますけど ね、なかなかこういう塗り分けはゲレンデならでは、ね、ならでは。そしてここを今回、はい、黒なんですね、はい、カーボンしないんですね。カーボンはしませんでした今回。これはカーボンの全体的なバランスを見てってことですか。そう、まあ、あんまりやりすぎもね、うん、ちょっとどうかなということで、まあ、そういう意味でもルーフの LED もつけなかったし、あとは、ルーフスポイラー、リアルーフスポイラーも今回はつけませんでした。なるほど、はい、ここつけるとこう後ろもカーボンにしたくなっちゃったりとか、他の横から見た時のカーボンも欲しくなっちゃったりするんで、結構ね、まあ、今回はあっちもこっちもこことここだけっていうそう絞って、はい、組み合わせポイント的についてます、はいはい、そしてホイールが変わっちゃってるんですか、はい、変わっちゃってますあれもともとブラバスですね。僕も飽きすぎて忘れちゃいました。モノブロック F のブラックプラチナムの23インチをボンドボディに入れた時は履いてたんですけども、ですよね、はい、今回はモノブロック Z の24インチ。 Z 初めて見たんですけど、はい、めちゃめちゃかっこいいですね、はい、そしてまさかのブラバスからブラバスに変えるっていう、ブラバスからブラバスにすごい変えちゃいました。そしてキャリパーなんかも、はい、キャリパーもシルバーに、もともと赤だったんですけども、シルバーに塗り替えて、ブラバスのロゴを入れてあります。なるほど、もう足元も全然イメチェンされてますね。はい、全然ちゃ、イメージがもうガラッと、もともとなんか真っ黒のブラックプラチナム、まあもともとブラバスが出してる黒の状態から、まあ、今回モノブロック Z に変えて、まあ、Z は色が選べないんで、でまあもともとこういう黒と、なんていうのかな、ポリッシュというか切削みたいなダイヤモンドカットになってるんで、とりあえずこのままはめようかっていう話で一旦このままつけました。で24でも全然バランスいいっすね。24でも全然なんかちょっともうちょっとペラペラ感出ちゃうかなと思いきや、うん、全然もうこのボディの違和感ないないっすよね。そして、はい、この辺も塗り分けなかったんですね。その辺はそうですね、あの真ん中の部分だけ、あのここだけボディ同色 で、 でそれ以外は流れでクロスブラックで塗ってあります。そしてもうこの僕この辺の賑やかさが、はい、めちゃくちゃいいなと思ってもうこの辺もここだけめちゃくちゃ変わってるじゃないですか。変わってるね、変わってるね。こうブラバスって入って、うんうん、こうどんだけ言うんだよみたいな、はい、でここにランプもついて、はい、もう全然原型をとどめてないというか、とどめてないです。ガラッと変わってるじゃないですか。そうですね、ここいいなと思って。そしてサイドステップもあれ、これ黒いままでしたっけ。ちょっと待って、ブラバスのこのビターボも、はい、黒くまあ塗ってて、でただこのメッキのこの縁、はい、800って書いてあって、はい、その赤でしょ、はい、でその縁がメッキなのよ本来。これ数字はもともと黒なんですか。黒、この横だけ塗ってるんですか。そう頭おかしいですねそこを塗ってあります。まあでも確かに塗っちゃうと黒くないとおかしいですね。そう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 、だから上が黒くて縁がなんかメッキっていうのが角度から見ると見えちゃうんで、言ってることは分かるんですけど、それが嫌で、それを行動に移すのはまあまあやばいです。でもモンドボディにエンブレム塗った、はい、渡した時に、はい、縁だけ黒って言ってるのに、はい、全部塗ろうとしちゃってるタイミングがあって、この前の8時にちょ危ない危ない危ないって、そうやってボンドボディに嫌われるんです。そうです、はい、どんどん嫌われます。まあ、でもこれ本当にベースを知ってる人じゃないとわからない。そうですね、けどやっぱりこの辺ですよね、こういうのの積み重ねじゃないですか。そうです、そうです、まあ、この辺もしっかり細かいところまで、はい、でもうなんかもう当然のようになっちゃってますけど、はい、土台はミラーの土台、ベースも塗ってあります。グロスブラックで、はい、でドアハンドルも、はい、で、キーシリンダーもペイントで。あ、これもペイントなんですね。はい、ペイントです。だから鍵刺したら終わります。ああ、もうここは触らないで、ね、触らないでね。もうエマージェンシーで開けるときはもう終わったと思ってくる。塗り直す。これいろんなパーツ出てるじゃないですか。これもブラバスって入ってたりとか、さっきちょっとホイールでもカメラ回ってないところで触れましたけど、はい、エアバルブのキャップもブラバスのがあったりとか、はい、あえてその辺は
そう、ブラバスブラバスしすぎないように、そう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 、さじ加減で、さじ加減引き算で、なるほど、はい、塗るだけでとどめ、塗るだけで終わりをします。でステップもラッピングして、あのプロテクション貼って、確かにこれポリッシュというか、そう、メッキのサイドステップだとおかしいですよね、うん、はい、でその流れでいくとやっぱりここもブラックロブ、はい、もともとカプリストのマフラーがついてたんですけど、まあ、こんだけやってマフラーがカプリストっていうのもちょっと嫌だよねって話になって、ブラバスに、確かに統一したくなりますよ、そうね、ここまでやってやるとやっぱりコンプリートカーっていうところでいくとやっぱり、そうですね、合わせた、はい、はい、そして後ろのキャリパーもしっかり塗ってあって、はい、塗ってあります。本当隙がないっすね今回の車。やるとこもはもう全部、まあ全部っていうかね、もちろんその引き算で足すパーツはたくさんあるんですけど、細かいとこまで手を入れたんで、これからだんだんにというよりかはもう一気に全部完成形までたどり着いた、 そうです、はい、そんな車になってます、はい、そしてこの辺の、そう、これも塗りました、このダクトというかカバーというか、はい、この辺も塗ったりとか、ここまで触ってるのって本当ないですよね、なかなか。そうで、この流れでここ塗ろうかなってちょっと一瞬悩んだの、はいはい、だけどなんかここを塗ると屋根がグロスだし、あ、そう、なんかベタッとぼやって、はい、こう立体感を出したかったんで、このモールに関しては、まあ、塗ってもよかったんですけど、今回わざと残してちゃんとこう住み分けというか、上は上、下は下、上は上、 その中間にこれを入れる、そうそうそう、だからドアのこういうところも塗り始めるとこうキリがないですけど、まあ、要所要所で掃除塗らない、塗らない、うん、で後ろは背面タイヤありで、はい、最近なし結構流行ってるじゃないですか。そうですね、でも今回は、まあ、そのオーナーさん もうゲレンデ何台乗り継いだのっていうぐらい乗っている方なので、まあ、背面取ってた時期ももちろんあるし、まあ、最終的にはあった方がいいかなっていうスタイルで、今回はカーボンのブラバスのカバーになってます。らしさで言うとやっぱり背面タイヤありかなっていう感じはありますよね。ゲレンデっぽさっていうね。でしっかりこのブラバスの、はい、ロゴが、はい、入ってございます、入ってます、はい、そして800馬力の800エンブレムと、はい、これ800馬力キット買わないと出ないんですね。ついてこないです。だこの800とあと横のビターボ800と、その辺は800馬力キットに一緒に同梱されるっていうキット、ね、本物の証ってことですね。です、はいはい、そしてリアもフロントのバンパーに習って、はい、塗り分けと網を塗って、そうですね、網とでここをボディ同色を入れて、はい、まとまりがいいですね本当に。そうね、なんか ルール的な、ここはこうだったからこっちがこう、ここがこうだったからこっちがこうっていうような、まあ、よくあるチューナーの、ね、作り、テックアートなんかもそうだし、そうです、ね、ここにこの色持ってきたのはこの理由があるからこれみたいな、なんか全部辻褄が合ってますよね。そう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 、なんでこの色どっから来たっていうのはあんまりないですよね。はい、まあ、あえてそれをやるっていうやり方もありますけど、やり方ももちろんね、今回の場合はもう本当に教科書のような、はい、作り、本当にチューナーがそのまま出してきそうな感じで仕上げてる、はい、です、まあ、あとリアタイヤ、リアタイヤ、タイヤなんかこだわりが入ってるんですか。335です。あれ太くなってますじゃあ。355です、はい、リア 12J 入ってます。マンソリーのウルスとかと同じサイズですか。そう、あのね、このタイヤ自体がウルスのタイヤ、ドンピシャサイズないんですよね、もうドンピシャサイズなんで、まあ普通には履かないゲレンデに355が入ってる。これ後ろからの姿がすごいです。半端じゃない。これ普通にスーパーカーのタイヤの幅のシルエットじゃない。そう、あれシャドウってもともとこのサイズじゃないですか、ね、シャドウはそう23、24が、はい、あの900をブラバスが発表した時にこれを出してるんで、 GV12 でしたっけ。そう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 、はい、600のエンジンかをゲレンデに乗せて900出した時に一緒に24インチを発表したので、だ G800 に、まあ、つけたいって言えばもちろんねコンプリとかでつけれると思うんですけど、なかなか、まだまだ、まあ、金額も金額だしサイズもサイズなんで、たくさんつけてる人は少ない、まあ、いない。初めて見ましたもん。すごい。
そして結構この制作始まった時から、まあ、いろんなコメントとか周りからもこういろんな意見をこう耳にしたんですけど、はい、こうシャドウを作るんだったらもう持ってきちゃった方が早いんじゃないのっていう、はい、話も結構あったじゃないですか。けどもうなんか完成を見たら全てが納得しました。まあ、最初スタートの頃はやっぱりこう車もあるし内装もかっこいいし、はい、もうワイドスターも組んであるし、まあ多少近道なところも意味合いも含めてこう作ったのかなと思ったんですけど、もうそうじゃなくてあくまでそのシャドウっていうのはもう ベースであって、オーナーさんの乗りたい仕様に全部作り変えて、だ別にシャドウが変えないわけじゃないし、むしろ全然余裕で変えるけどそれを乗るんじゃなくて的にはね、はい、そうもう自分の乗りたい仕様を作るって意味で、そうですね、今回作った、はい、いやもう本当にもう隙がないですね、車の隙がないでしょ、うん、素晴らしいです。じゃあ次、はい、内装もちょっと触ってるみたいなので、はい、でベース車両がエディション1なんで、まあ、黒と赤のコンビのシートでエディション1って言ってますけど、うん、エディション1の名残が残ってるところが内装しかないで赤カーボンがついてると。で一応マットとペダルとごめんなさいちょっとついてなかったんですけどパドルがつきます。であとエントランスのイルミネーションとあとはドアロックピンが、一応内装の部品としては小物関係も小物関係がしっかりやってあると。はい、でもハンドルとかもオーナーさんとしてはハンドルとかシートも変えたいと、もうエディション1じゃなくなっちゃうんだけどっていうのはあったんですけど、ちょっとなかなかね現実的にね、ハンドルはまあコンプリートカーしか出さないっていうことだったんでちょっと難しいかなと。外して送ったりもできますけど、ね、いやそうできるんだけど、うん、できない。ヘッドレストはできるけど、やりましたやりました、ね、やりました。 B のマークが入ってたでしょ、うんうん、ただそのヘッドレストやるとしてもそのちょっとヘッドレストに B が入ってて、はい、この感じがどうなのかなっていうのが確かに。もう内装はまあエディション1でも完成してますからね。そうね、そうね、うん、別にここに不満があるわけでもなければ、はいはい、なんでここの状態に留めてあります。本当に名残が内装だけっていう誰もこれを見てもベースがエディション1ってわからないって。しかもエディション1もエディション1であの一番数が少ない3台でしたっけ。そうそうそう、5台5台の車がこうなってると、はい、多分それメルセデスジャパンも夢にも思わないですよ、ね、はい、マジかこの人なりますよ。すごい。であとはじゃあ800馬力化の、はい、エンジンルームいきましょうか。はい、本当にありがたいことにボンドグループでもう3代目なので、ねえすごいよ、ね、本当ですよね、すごいよ。もう何がすごいってもうそんなにすごいお客様がたくさんいることが、ね、そう、はい、本当それがすごいと思います。何がすごいってお客様が一番すごいすごい、うん、ド級ですよね。ド級、はい、だ昔じゃねなかなか考えられなかったし、本当ですよね。やっぱりお客様の層がすげえなっていう、本当にこういうのに携わらせていただいてありがたいです、うん、光栄です。ただもうちょっと大変申し訳ないんですけど3代目なんでリアクション芸がもうないんです、はい、若干見慣れ始めてしまってるんです、はい、本当にさせるそこはただもうでも何回見てもかっこいいし、かっこいい、うん、で、ね、エンジンルームのカーボンだけはキラキラなんですよね。知ってます？あ、そう金のね、ゴールドのフレークというか紙みたいなのがね、はい、入ってるよね。ラメが入ってるんですよね、うんうんうん、なんかちょっと特別感が見た。そうなんですよ。でしっかりここも塗ってあって、これ純正をベースに、はい、こうこういう風にしてつけてくださいねっていう、カーボンの部品を貼り付けて、でこの部分はこの色でこのコードカラーコードまで指定したものが入っててこれで塗ってくださいという形になってます。なんかそこも任せてもらえるのはちょっとこうブラバスからこう任せてもらえるのもちょっとありがたい。そうですね、うん、信頼してもらえてるっていう、うん、でこの辺しっかり AMG のあのプレートみたいにこうブラバスもしっかり入ってて、プレートが入ってます。タービン加工した人の名前が入ってんの？はい、ビルドバイ、はい、入ってるんですよ。入ってます。そうなんですよ。入ってます。なんかこういう演出もさすがこうメーカーとその距離の近いブラバスならではだなっていう感じしますよね。だ本当にその自動車メーカーと、うん、ブラバスっていう会社がもう一つの自動車メーカーっていうイメージであの会社を作ってるというか成り立ってるというかその製品を
提供してるっていうのがそういうところに現れてくるんじゃないかな、まあ、表向きこそこうメルセデスのチューナーですけど、うん、なんかこう距離感的にはもうかなり近いんですよ ね、うん、もうメルセデスのちょっと特殊な車をもうブラバスが作ってたりとか、まあ、そういうこともやってるんで、そうですね、まあ、そういった演出なんかもちょっと近いものがある、はいはい、どうします、乗ってみます、乗ってみますか、はいはい、じゃあちょっと試乗の方もせっかくなんでしたいと思います、はい、じゃあ行きましょう、はい、鍵がなんと、はい、めっちゃかっこいい B マークがしっかり入ってるっていう、こういう演出もいいですよね、コンプリートっぽいよね、はい、こんなんあるんですねって言っちゃいましたよ3代目なのよかったかっこいい、あの念のためあの言っておきますけれども全部お客様許可いただいて、はい、僕ら勝手に乗り回してるわけではありませんので、はい、ご安心ください、そうですね、でどうやってパワーアップしてんですかみたいな話もあのコメントいただいたりしたんですけど、はい、あのタービン加工とあとはブラバスパワーエクストラでしたっけ、そうです、はい、まあ、エンジン制御、まあ、いわゆるサブコンですよ ね、 そうね、コンピューターで制御してる感じです、もうエンジン制御を最適化して馬力を出していると、本当って思う方も多分少なくないと思うんですけど、ブラバスの場合本当にメーカーチューニング的なところまで手掛けてるんで、そう、なんかエンジンテスターみたいな、はい、もうすごいよねブラバスは、すごいですよね、あのなんかメルセデスが借りに来るみたいな、え、そうなんですか、うん、聞いたことある、なんかベンチマーク、はあ、だって某ハイパーカーのエンジンも実はブラバスが供給してたりするんですよ、そう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 、表向きは一応 AMG 製チューニングエンジンなんて言ってますけど、そうブラバスだったりするよ ね、 よね、中身ブラバスだったりと か、 だか本当にだからメルセデスの本当に特殊なことをやってるっていう、やってますね、はい、その実力はいかにっていうか、もう何度かありがたいことに乗せていただいてるんであれなんですけど、はい、はい、音もなんか太くなりません800にすると、そうなの、はい、太くなってる気がしますよ、まあ、63もう純正っていうかノーマルの時点でまあまあ早いですね、まあまあまあね、普通に速い車だもん、そうですよね、まずほとんどの63乗られてる方が速さに不満っていうのは多分絶対ないな、ないですけど、絶対ないと思う、はい、多分ここから先はどっちかっていうとロマンの領域になりますけど、そうですね、はい、ちょっと果たしてどのぐらいの、エアコンつけちゃダメなの、いいっすよ、そうカーベー、足はカーベイのダウンスプリングより乗り心地いいですよね、足が入ってて140万ぐらいするやつ、え、そんなするんですか、そう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 、へえ、純正のあの、あ、電子制御のやつ、そのまま使えるやつですか、そう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 、前方でいうなんかあのライドコントロールみたいな、はい、ブラバスの、なるほど、これエディション1内装かっこいいっすよね、内装いいよね、カーボンも普通のカーボンじゃないんですね、そう、赤、ね、赤い糸が織り込んである、そうです、でこのダッシュボードのこのこういうとことかこういうとことか全部、確かにこれは もっとそのブラバス言えばもうキリがないですよ、内装のカスタマイズに関しては、うんうん、多分これはまあそんなにちょっとわざわざ作り替えなくてもいいかなっていうのは、内装は十分だよね、十分すぎますよね、十分、ふうって感じですね、はい、もう挙動がスポーツカーです、そうね、はい、挙動が確かにスポーツカー、もう SUV の挙動じゃないですよね、スポーツカーとかなんかこうハイパフォーマンスなセダンクーペみたいな、あのぐらいの挙動を、こんなにもう 2.5 トン超えの車がこんなに軽く動くんです、こんなに速くね、びっくりです、やばいこれ、何回乗ってもやばいですこれジェットコースターじゃないですか、もう速い、でもなんか今初めて乗った時思い出しました、本当、そう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 、はい、壊れそうな感じ、そう、いいな、これってなかなか
もう本当に日本でも限られた人しか味わえてない感覚じゃないですか。味わえてない感覚、確かに食券乱用だよね。本当ですよね。確かにね、本当に限られた人しかこの G6 さんがこの加速をするのは。そうだよね、もう僕ごときがオーナーでもないのに。いや本当にこのお仕事しててよかったなっていう。はえもう、そしてなんかもう乱暴っていう言葉がぴったりぴったり、確かにバケモンって感じですよ、ね、うん、ふわーっていう。そしてこの車内にこう響くこの音がすごい、うるさすぎずね。そうっすね、静かすぎずちょうどいい感じが。これでも周りの車ビビりますよねこれだけ外観でもこう、うわー、そう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 、この加速です。これですか。はい、これです。これでございます。これでございますよ。なんかもう久しぶりになんか本当に思い出しました、あの頃。あの頃、あ、はい、はい、この色いいっすね。 A35 ね、この色一色なんだよね、 A35 って。あ、そうなんすか。そう、A3 エディション、なんか一番最初に出たやつは、うん、あの色しかなんか選べない。へえ、いい色だよね。いい色っすね。ちょっと並びてえな並びたくありますね。確かに、はい、ちょっと似てる。絶対だってメルセデス好きじゃないですか。好きだね、はい、興味ないはずないじゃないですか。ないない、はい、絶対あるよね。ちょっと二度見してほしいなやばい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 。このシチュエーションが覚えてます？何年前だろうな結構前に M5 スーパーチャージャー、いやー、あったね。あの時を思い出しました。確かに、あれもやばいじゃないですか。あれもやばかったっていう、大人4人乗って、うわって全員こうなる。あったね、衝撃的だったな、あれ。あれびっくりっすよね。いや、その時をもうなんかすげえ思い出しました今。あ、そう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 、この感じ。早い早い。63の時点でもう使い切れるはずないじゃないですか。そうだね、普通にね。もう ロマンですよね。でもこれだけ余裕があればやっぱり運転してても楽だし。いやー、すごいね。そして心にゆとりが、あ、はい、あ、いつでも加速できるね。いや本当ですよね。スーパーカーにプーンなんて抜かされても全然腹も立たないです。確かに、はい、いや、すげえいい車ですよ。いい車だよね。普通に乗っては普通だもんね、はい、いや本当ですよね。普通に乗ってれば普通に走っていくし。いや、これでも63ちょっとみんな800馬力にした方がいいっすよいや本当にいやいやいや、いらないでしょって思うかもしれないですけど、ちょっとこのでワイドスター組んでなくても800馬力にできるってことだよね。まあ一応理屈の上では部品は出ますからね。そういうことでしょ、はい、AMG63 買ってきてさ、はい、なんかそれこそさ550の、はい、非 AMG 仕様とかにしてさ、はい、実は早くない機能タービン組んだり、超スリーパーだよね。そうっすね、うん、スリーパーって久しぶりに聞きましたよ。かっこいいじゃん。それかっこいいっす ねなんだったらあれですか、350のナローのフェンダーから。そう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 、はい、AMG じゃないやつ、はい、この何ですか、全身の水分がこの後ろに持ってかれる感じわかりますで、こう普通だいたい加速って乗り切ったらこうふーってこう減速してなくてもふーってなるじゃないですか、うん、そうだね、ならないっていう、アクセルを抜くまでならないっていう。220ぐらい出るんでしたっけ、240かな、最高速。最高速で今その300キロ出る SUV も珍しくないから、あの確かに数字的には何ですか、目新しさこそないですけど。いやでも風の力には勝てないよね。いやでも本当ですよ、この四角い塊が100キロオーバーで、しかもあの加速のまま200キロぐらいまで到達するんですよ。やばいよね。
とアウトバーンとかでちょっと淡々と走ってみたいですね。いや本当アウトバーンを乗ってみたいですよね。乗ってみたい。コーナーをこうグイグイ攻めて楽しい車じゃないから、アウトバーンとかでこうひたすらブワーッと、めちゃめちゃ気持ちいいだろうね。減速と加速をこう繰り返したいです。すごいのができましたね。すごいのができました。本当にすごいのができた。だからオールペンっていう時点でね、はい、もうなんかぶっ飛んでるじゃない。そうですね、すでにね、なかなか、はい、なかなかこの現行型の車を塗り替えようってまず思わないですから、ね、そもそも。でさらにそこからプラスタービンでしょ。でも本当に完璧だよね。隙がない隙がない。いやでもオールペンも本当に、うわちょっと滑ってません？なんかね355はちょっと滑りませんでした今。ちょっとリアの接地感が一瞬抜けましたねちょっと怪しかったね、はい、でしかもこのオーナーさんはガンガン乗るわけですよね。ガンガン乗ります。飾っておしまいじゃないんですよ、ね、はい、ちゃんと乗ります。これでもゴルフに旅行に普段走りに、あ、もう全然全然最高にかっこいいじゃないですか。やっぱりなんかそこも含めてっすね。そう、やっぱなんかライフスタイルと乗ってほしいよね、うん、ライフスタイルとそのオーナーさんと合わせて車だなっていう、うんうん、なんかこういう車を本当に隙のない車をちゃんと使ってるっていうのがすごくかっこいいなっていう。そうですね、確かに。もうやっぱりそのトータルのコーディネートじゃないけど、そうですね。そうね。すごくこれで家族で旅行行ったりとかね。もう最高じゃないですか。やっぱそのチューニングメーカーというかブラバスっていうメーカーが考えてるよね。理由がある、うん、全てにおいて。なんかもうノリでなんかその車作ったりパーツ作ったりしてないですよね。うん、してない、うん、だからなんかそのさっきの色もそうだけど、うん、なんかこう理由付けがあったりとか、うん、裏付けがあったりとか、なんかそういうのがあってこそもう成り立ってるみたいな、ね、まあ色もそもそも言えばそのボートの色。そうね、ボート全く同じ色じゃないんですよね。なんかそのボートって結局その海水とか、うん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 、なんかそういうのに耐えうる塗料なんで、うん、ちょっと特殊な塗料なんで、まあ、その色の感じだけオマージュしてるらしいんですよ、ね、あ、でもやっぱりその物にこだわる人がもう車もこだわるんだったらそのボートをもうそのこだわったものってことでブラバスマリンがあったりとか、なんかそういうとことつながってくるし。いやしかし長かったな。なかったっすね。それは忘れてませんかとか言われちゃうよね。オールペンどうなったんですかって結構言われました、ね、コメントだけじゃなくて。あ、そうなんだ、うん、あれどうなったの。確かにね、いや今タービンがそうなるわなドイツにでもこの今回のそのオールペンに関してもすごくこうボンドボディがやっぱりこうなんだろう、まあ、もちろんカーボンつけたりエアロつけたりとかやってるけど、その純正のものじゃない今回、まあ、つけてるものはあるけど、その色を変えるっていう部分徹底的にやってくれたっていうのはすげえ良かったなと思ったし、ディーラーさんに一回リコールでボディから割って入れた時も、うん、はい、ディーラーさんもすごいね、僕びっくりした。そうだよね、はい、そうそう、土にお願いした時にあのディーラーさんに僕が取り行った時もみんなに見られました。ディーラーさんもすごい綺麗に塗れてるねっつって、あんまり言うと自画自賛になっちゃうんですけど、やっぱり自社で全部そのできるじゃないですか、うん、クオリティコントロールもできるし、うんうん、その辺強いですよ ね、うん、何気にフモさん2回来てるからねいやでも外注のところが多分車屋さんほとんどじゃないですか。そうだね、板金作業とかって。だそうするとやっぱりクオリティのコントロール、まあその絶大な信頼ができるところあれば別ですけど、うんうん、なかなかこう万が一のその手直しとか、うん、細かい要望を伝えて打ち合わせとかあって、うん、やっぱりこう自社と外注だとそうだね、多少やっぱり温度差あるし、うん、伝わりきらない部分もあるだろうし、そうですね、こちらの場合同じ温度差というかその温度差なく、うん、もう作れるじゃないですか、うん、もうこうしてほしいんだって言えば、うん、はい、それが伝わるっていう。そうね、もう言ったもん勝ちだからねそして嫌われるっていう
注文がいつもって嫌われてた。しょうがないよね、お客さんに喜んでもらうためにね。そうですね、うん、本当に今回ちょっとボンドグループ総力を結集してすごい車ができたんじゃないかなっていう。そして結果としてはやっぱりお客さんが一番すごい。すごい、はい、本当にすごい。これをこうやるっていう勢いとこの内容でやる、いや普通じゃないですよ、普通じゃない、このセンスも、うん、すげえと思う。いやーすごかったっすね、すごい、はい、早い。久しぶりに鳥肌が立ちました。とんでもないモンスターマシンが出来上がりました。で今回はゲレンデで、まあ、コンプリとかあとオールペンなんかをさせていただいたんですけれども、まあ名古屋店何でも大丈夫ですよね。何でも大丈夫です、はい、はい。まあ、ブラバス、まあ、いろんなラインナップもありますし、うん、まあ、オールペンも、うん、まあ、ご要望次第で、まあ、いろんな車いろんな色に、そうですね、はい、塗ったりとかもできますんで、はい、まあ、何でも、何でもメーカー問わず、はい、私問わず、まあ、いろいろご相談いただければ、まあ、いろんなものがご提案できると思いますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ボンド名古屋までお問い合わせください、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。